イカーズ1945。昨年6月にアーケードで発売された第二次世界大戦終結時を舞台にした縦スクロールシューティングが早くも登場。ゼロ戦やムスタング、メッサーシュミットなど各国の名戦闘機が実名で登場。その数なんと6種類。さらに各戦闘機によってその能力が変化。各機体に合わせた攻略法が楽しめる。また出現ステージがプレイするたびにランダムに変わるので、プレイヤーは何度でも楽しむことができる。もちろんアイテムによるパワーアップや護衛機によるフォーメーション攻撃も可能など、新システムも魅力。さらに機体の歴史やフォーメーション攻撃の解説といったおまけモードの他に、画面を90度傾けたアーケードモードも搭載。幅広い難易度設定が可能で、初心者から上級者まで楽しめるストライカーズ1945は5800円で6月下旬発売予定です。